はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。前回フリーシナリオの大地の総統戦をやったところになりまして、でさらにこれね、何回かやって、みんなのレベル上げをしました。なので、ここのフリー対戦はもう大丈夫かな。自由行動日を終了し修道院へ戻りましょう。16日、今週の指導を開始します。方法を選択してください。でちょっとレベル上げをしていってですね、まあ思ったことがあって、でそれは何で見ればいいのかな。目標設定とかで見るか。この技能があるじゃないですか。これをもう次の兵種を目指して技能レベルを上げていく方がいいと思うんですよね。だから何になるかっていうのをちょっと決めていきます。ZR で失格確認ができる、あこれか。まあミカミックスはね、次何がいいかって言われると、まあ傭兵、あ盗賊も剣術か。まあ傭兵でいきましょう。他はアーマーナイト、ソシアルナイト、ブリガンド、アーチャーとかだけど、そうだね、ミカミックスは傭兵を目指していくんで、まあ、このまま剣術レベルを上げていきます。で中級パス持ってて合格率 100% なんですけれども、そもそもレベルが足りないんで中級職にはなれませんと。で次、じゃあディミトリ何になろうか。ロード、あれロード、ちょっと待って、俺ロードがいい。あれミカミックスロードないよ。なれないの、なれないか。えディミトリ他は、あなんか多いね。あ女性はあれか、ペガサスナイトとかがあるのか。えディミトリ多いな。じゃあディミトリだけかロードになれんの。じゃあディミトリせっかくだからロード目指そう。人の上に立つ者の称号、剣と指揮に優れるということで、剣術じゃねえかよディミトリ槍鍛えてんのに。ちょっとディミトリはロードを目指すために剣術と指揮を鍛えるということで、でドゥドゥはどうしようか。ドゥドゥアーマーナイトだな。斧重装ね。で、あじゃあフェリックス盗賊になろうか。フェリックスは今剣術を鍛えてるんで、そのまま剣術鍛えて盗賊になります。でアッシュはまあアーチャーだよね。弓をこのまま鍛えていきます。でシルバンどうしようか。シルバンじゃあソシアルナイトだな。槍そのまま鍛えて、あと馬術を鍛えていくと。でメルセデスちゃんは白魔道士みたいなやつ、プリストか、これにしよう。でアネットちゃんは黒魔道士的なやつだからメイジ、このまま理学を鍛えていきます。でイングリッドちゃんはじゃあペガサスナイトになろうか。せっかく女性だしね、槍も鍛えてるし、槍と飛行を鍛えてペガサスナイトを目指していきますと。よし、この方向でちょっとこの鍛えるやつを決めていきます。だからディミトリーはカスタム目標で剣術と指揮でしょ。 OK。 でドゥドゥは斧重装だっけ、斧と重装にして、でフェリックス剣術だけでいいんじゃね。これなしにするとさ、あ自習の効果 1.5 倍だ。よし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 。でアッシュも弓だけで OK。 あ間違えした、弓なし、よし 1.5 倍、1個にすると 1.5 倍か。で槍と馬術でしょ。でメルセデスちゃんはまあこのまま2つ鍛えていきますか。やっぱ黒魔法もね攻撃として欲しいから。でアネットちゃんは理学大好きです。理学、あちょ待って待って待って、これ何これ、ウォーロックを目指す。ウォーロックって中級職なかったよね。上級職ちょっと見てみよう。アネットちゃんはじゃあもうすでに上級職を見据えて勉強してんのか。どれだ、あいた、ウォーロック上級職だね。黒魔法を極めたもの、理学 A 以上。へえ、なんかアネットちゃんさすがだな。なんか俺中級職を目指してさ、なんか見据えて頑張ってきましょうみたいなこと言ってたけど、浅かったな、俺の考えは浅い。アネットちゃんはすでに上級職を見据えて勉強しているから、大したことないな俺の考えも。でイングリッドちゃんはこのまままず槍を鍛えて、このままじゃないけどね、で飛行、よしこれで OK。 こ
これでいきましょう。あと個別指導はちょっとやる気のある人しかできないからね。じゃあドゥドゥの重装を鍛えていこう。あんまり重装鍛えられてないはずだから、グッド、パーフェクト。よし、できていたか。褒める、褒めるようなことでもない。褒めるとね、一回増えるからね。理解が深まった。オッケー、あと一回いけるか。パーフェクト、よしよしよし。できていたか。で、じゃあシルバン、シルバンはじゃあ馬術だね。グッド。これあれか、基本経験値4で得意で2だから6ってことでしょ。何回やんなきゃいけないの。でグレートで 1.5 倍、グレートで 1.5 倍、6だから9か。でイングリッドちゃん、イングリッドちゃんはじゃあ飛行だな。グレート、指導。いや大変だなこれ、レベル上げんの。指導に。であとフェリックスがいけると。でフェリックスはもうそのまま剣だね。パーフェクト、よしよしよし。この程度。褒めよう。褒めるな、できて当然だ。ツンデレ野郎め。あと1回パーフェクト、よし、レベルアップ。この C、 ツバメ返し。以前よりうまくやれるだろう。みんなやる気が普通になってしまった。じゃあグループ課題だよね。俺なんで草むしりさせてたんだろう。重装とか2人関係ねえし。じゃなくて上空警備、飛行能力を上げていこう。で飛行能力を上げるのはイングリッドちゃんと、あと1人か、シルバーにしとく。なんとなく馬使うから。でこれで OK。 先生、お、ペガサスナイトを目指す。いやそのままだけどね。イングリッドとかよ、どうやって手を抜いたもんか。口を動かす前に手を動かしなさい。働かない人に食べさせる食事はないわよ。はーい、頑張ります。なんか男性の飛行ユニットかっこいいね。なんかどっちかっていうとちょっとドラゴンっぽい感じがする。あとこのシルバンとイングリッドってなんか特殊会話っぽいね。この2人だからこそ発生する会話みたいな。とりあえずは終わったわね、シルバン。ちょっとシルバン、もう俺は働かねえぞ。こいつとだけは絶対一緒に働かねえ。グッド、よし、レベルアップ。いいねいいね、週末にだいぶ上がるからね。冷めてきたようだ。怒りの陣、上達してきたみたい。サンダー、そして理学2。エーデルガルトの誕生日です、まあ、エーデルガルトちゃんには送ってあげましょう、まあ、9丁だしね。さてじゃあどうしようか今週、まあ、出撃はもうしなくていいよね。あ、資格試験受けよう。でドゥドゥ、ドゥドゥを戦士にしましょう。てか初級試験パスが3つしかない。でも初級試験パスは買えるからね、ちょっと買ってこよう全員分。魔法防御、魔法防御1しかなかったんだ。ちょっと待ってね、あと2つでしょ。1、2、3、4、5、6個必要なのか。ということは4つ買ってこよう。ちょっと待って、輸送隊で初級試験パスを4つ、2000円か。中級試験パス3つしかないけど在庫どうなんだろうな。補充されるよね普通に考えて。でフェリックス、フェリックスは戦士もなれるけど剣士でいきましょう。で次アッシュ、アッシュどうする。弓だけど戦士ってなんだ。斧、弓、小手、あ、そのままだね。じゃあ戦士でいこう。まあ基本職よりは全然いいでしょう。でシルバン、
でシルバンね、基本色極めてないんだよね、こいつだけ。でもまあちょっともうみんな初級色になるんで、兵士になって、でメルセデスちゃんは修道士。お、かわいい。メルセデスちゃん修道士かわいいな。でアネットちゃんも修道士。あ、アネットちゃん違う、ちょっと黒魔道士っぽいな。いやメルセデスちゃんの方がかわいいな、やっぱり。でイングリッドちゃんは兵士。これでみんなとりあえず初級職ですね。結果によって OK。 じゃあ何しようかっていう、特にイベントまあ魚釣りくらいなんで、ちょっと寝てみる。全員やる気アップしますということで、まあ、休日はそのまんま終了しちゃうけど、休養したため全員のやる気アップしました。終わった休日が。さてで指導、個別指導どうだ。あ、1段階上がるくらいか。どうしようかな。まあじゃあメルセデスちゃんちょっと鍛えられるだけ鍛えておこう。白魔法どうしようかな。どうし、理学か進行かって言われたらちょっと進行重点的に開けていくか。もう一回よしくれと。パーフェクトが出てくれればな。一回プラスされたんだけど、アネットちゃんで、アネットちゃんはもうこのまま行こう。見て、グレートグレート。でイングリッドちゃんは飛行指導、グレートしか出ない。あと1回できるんだよね。どうしようかな。ディミトリにするか。ディミトリ剣術少ないからな。グッドグッド終わり。悲しい。じゃあ授業開始。先生ん、重曹よしいだろう、認めよう。変わんないけど。イングリッドちゃんがちょっと悩ましい、ま、がだったな。そこそこはがどったんじゃないか。俺が本気を出してやった結果だな。本当に調子がいいのね、シルバン。片付けたのはほとんど私じゃない。お、パーフェクト、いいね。1000円。そっか、ここでも金がもらえるんだ。上がる上がる、いいねいいね。掴めてきたようだ。攻撃、まあ、攻撃は経験を積まないと。近距離反撃、いいね。分かってきたみたいです。早期の一撃ものになってきたかも。理学さんで29日。じゃあここはちょっと散策しますか。で、なんかある？ソティス、セテスとハンネマンに砂時計マークがついてんな。あとは、あとちょっとわかんねえな。アロイスにも砂時計がついてて、ここら辺もいっぱい砂時計がついてて、レア様もついてんじゃねえかよ。カトリーヌ、なるほど。ちょ、まず飯を食いに行こう。でセテスとハンネマンに話しかけよう。なんだと？感化できんな。少しいいか。最近フレンを口説く者がまた現れ始めたと聞いている。え、なんだ、ロリコンばっかだな。よもや君ではないだろうな。いや、俺はメルセデスちゃんに首ったけだからとんでもない。本当だろうな。もしもフレンに近づく者を見かけたら私に報告してくれ。了解した。こっちは何にもない。あ、いる。マヌエラ君のだらしなさを知っているかね。あれ、これ一緒じゃん。床に落とした食べ物も。あー、なるほど、これがまだ続いてるよってことだな。ってことはまだ本が落ちてるんだね、どっかに。いや、でも探すあれはないな、時間は。多学級交流会。え、多学級ってどうなの。いや、ちょっとメルセデスちゃんとアネットちゃん
やる気がちょっと少なくなっちゃったからね。授業して食事が鉄板だよな。でも今日の料理も美味しいな。あ、けどメイチェの作るお菓子と比べたらどうかな。嬉しいことを言ってくれるのね。先生にも今度お菓子を焼いてあげるわね。ぜひお願いしたい。メルセデスちゃんのお菓子食べて、これ一気に上がんな、やる気が。で、行動力はあと2。料理長、料理か。これ何なの？一緒に料理を作る人。だってメルセデスちゃんはもう大丈夫でしょ。他イングリッドちゃん特にないな。ここら辺料理、あ、フレンとか料理下手なの。あ、プリストになってる職種が。なんかフレンに相談すればみたいなこと言ったことあるからね。フレンむしろダメだったじゃん。でメルセデスちゃんはだってもうやる気マックスでしょ。だってここら辺ベルナデッタとかさ、やる必要なくね。マヌエラとか、ちょっとイングリッドちゃんやってみよう。作れんのが3つ4つだけか。あ、これあれじゃん、なんか仲間全員のヒットポイントプラス3、効果は今節終了まで持続。結構よくね。技に力1とかやっときてえな。オグマくずり持ってないけどね。ここら辺のなんか食材重要だな。じゃあちょっとまあヒットポイントプラス3にしておきますか。これが一番無難だよね、4つあるし。お料理ですか。いいですね。ぜひとも美味しい食事を作りましょう。そのお野菜捨ててしまうんですか。もったいない。それも具材にしましょう。大丈夫なの？捨てるようなやつでしょ。一時的に仲間全員のヒットポイントプラス3。おお、いいな。ただイングリッドちゃんやる気上がってなくね。まあいいか、とりあえずこんなところ。であとはあれ回収しよう、種というか温室で作ったやつで収穫。生命の木の実一番下にあるね。これなんだろう、最大ヒットポイント上げられるのかな。いや、種預けよう。じゃあね、果実と根野菜。いいの？野菜と果実だけど。水にしよう、ちょっとケチって。フレンに近づくもの。先生、温室の中のお花は外へ出すと枯れてしまうのですわよね。なんだか身につまされる話ですわ。やはりどこでも健やかに咲く花の方が魅力的なのでしょうか。贈り物、落とし物。贈り物したらあいつに怒られるからな。なんだっけ、ガスパルだっけ。いや、まだ名前を全員覚えきれない。こんなもんでいいか。ラファエルとかもいいや。ここになんか落ちてるね。これ大体あれだよね、餌だよね。そうだよね。どうしようか。釣りって減るんだっけ、減らないんだっけ。いや、でもこれ全部さ、探索してる時間はマジでないからね。あ、なんか言いたげな人がいる。ちょっと待ってね、地図を拡大して。こっちか。先生、アネットが話をしたがっている。あ、先生、夜になったんだけど。今ちょっと時間いいですか。もちろん。これセイロス騎士団の人からお借りした戦術の教本なんですけど、ちょっとわからないところがあるんです。先生、教えてもらえませんか。任せろ。やったー、ありがとうございます。この状況図なんですけど、この騎兵部隊はどうしてあえて不利な森の中に布陣して。森の中の方がダメージ食らないからね。なるほど、おかげですっきりしました。さすが先生は教え方がうまいんですね。勉強熱心だな。そんなことないですよ。私、勉強というか新しいことを学ぶのが大好きなんです。だからこの士官学校に来て、魔法に、戦術に、武術に、いろいろ学べて。
今まで生きてきた中で一番に充実してるんです。あ、実はこの後も書庫で調べ物をして、魔法の練習をして、それから剣術の。疲れそうだな。そう言われてもじっとしてる方が疲れちゃいませんか。私昔から何もしないでいるのがあんまり得意じゃなくって。そう、例えばお休みの日の朝にはお掃除しないと落ち着かないみたいな。あ、わかるわかる。全然わからないけどね。よかった、わかってもらえて。あんまりわかってくれる人がいなくて、明治なんてお休みの日は部屋から一歩も出たくないなんて言うんですよ。いや、俺もそっち派だけどね。それでそれで、あ、大変、私今日料理当番の日だったのすっかり忘れてた。先生、それじゃあ私行きますね。いろいろありがとうございました。支援レベル C、 やる気アップ。そしてまた明るくなった。じゃああとどこだ。ちょっとカトリーヌ、訓練場行ったことがないとか。どっから行く。士官学校から行くか。でどうやって行けばいいんだ。ちょっと地図を見よう。地図的にこっちか。レオニーを見つけた。まあ、レオニーはいいや。こっから入るのかな。あ、いけんじゃん。あ、なんか怒ってる。2つくらい怒ってたね。ちょっと話す前に。ね、これ。刃引きされた剣。よく読み方がわかんない。穴の開いた上着。よく暴れているものの持ち主だろうか。暴れているもの。木のボタン。大柄な体格なもの。ちょっと話そう。あんたも鍛錬か。噂通り真面目なんだね。真面目ですまない。いや、噂通りじゃないかもな。真面目なやつは自分を真面目とは言わんだろ。なんだそれ。贈り物、落とし物。特にそれだけ。まあいっか。じゃああとは、全員とかマジ話してらんねえかな。マヌエラ、ジェラルト、レア、ここ行こう。レア様とか普段どこにいんの。この先。逆じゃね。イグナツ、イグナツって誰。レア様どこ。こっち。あ、いた。セイロス聖教会に刃を向けるということは、主なる女神に刃を向けるのと同じこと。罪深き者には相応の報いを。それが私たち主に仕える者の使命です。あなたも聖教会に属する者としてよく心得ておいてください。ちょっと強硬派だよね。あ、教員研修ができるよってことか。あ、なるほどね。じゃあみんなそうだ、この2階にいる人たちは。じゃあいいや。アロイスもそうだったよね。教員研修できる人だもんね。じゃあ他にはちょっとイベント的なものはなさそうだけど、ディミトリーのなんか拾ったって言ったよね。ちょっとそれだけやってみるか。落とし物って言ったことないから、ちょっとこれさ、セットするのが難しいんだよ、その広間で。こっから下行って地図的にね。でこっち行って行けない。あ、開いた。なんだ、どういうドアだ。で騎士の間、厩舎。あ、なんだ、鳥か。ペガサスかと思ったら。どこだ。ドゥドゥがいて、ディミトリー。そうだ、たとえ勝機がなくとも剣を取り戦わねばならない局面があるのは確かだ。だが今回の剣はあまりにも。
ロナート卿はそこまで愚かな方ではない。彼に放棄を決意させるに足る協力者でもいれば話は別だがな。ん？どういう意味？なあ、いや、単なる思いつきだ。ただ妙なきな臭さがあるのは確かだな。事後処理とはいえ万一ということもある。準備はきちんと整えておこう先生。でここで落とし物で、この剣ディミトリーが使っていた気がする。ああ先生助かった。探していたんだ。しかしよく俺のものだと分かったな。やる気アップ。なるほど、まあそのままだね。教本とかってじゃあアネットちゃんじゃないか。ちょっとアネットちゃんにお渡しして違ったら、まあそのまま終わりにしますか。今回は落とし物、魔導学教本、学院出身者とかわかんねえ。あ、そうだよね、なくして困ってたんです。どうして私のだってわかったんですか。あ、やる気アップするんだったらやる気のない時に渡しておけばよかったな。じゃあいっか。もう一あれがあるんで、歌でも歌います。歌とか歌ったことあったっけ。ちょっとやってみよう。アネットやる気満々でしょ。フェルディナンド、ドロテア、ローレンツ、ヒルダ、マヌエラ。マヌエラ先生じゃやってみるか。いや意味ないよな。イングリッドちゃんやる気上がるかな。ダメね、もっとお腹から声を出さなきゃ。わかる？歌の出来栄えはどうあれ、皆が団結する良い機会ですね。お、進行経験値か。やる気は上がらない。やっぱ得意じゃないとやる気上がんないのかな。そう、あとそういえばあったね、相談室。封書何通って書いてあった。1通。これマヌエラ先生だな。世に男は星の数ほどいる。出会える人の数は拳に握り込める砂の数より少なく。なんかこれは愚痴なら付き合おう。回答に満足しています。そうだね、やっぱ聞いてあげることが重要だよね。女性は共感してほしい、男性は認めてほしい、まあ、そこをうまくついていきましょう。で、いやもう散策終わり。じゃあ今回はちょっと出撃しちゃおう。課題の方に。あ、しまった、これがあったか。もうできないのか。なるほど、ちょっとこっちもやっとくべきだったね。まあいいや、もうしょうがない。それはガスパール城主ロナート・ホーキス。鎮圧に向かうセイロス騎士団のご詰めとなった一行だったが、戦場へ続くマグドレド街道は深い霧に包まれ、生徒らの不安をかきたてる。行きましょう。マグドレド奇襲戦。武勇名高い内定のカトリーヌさんとご一緒できるとは光栄ですね。内定とか内定知らないのか。これが内定、英雄の遺産の一つだ。なんか使いづらそうな剣だな。遥か昔、女神より力を授かりし十人の英雄、その子孫に伝わる聖なる武具さ。つっても今回は雷帝を振るう機会はない。あたしらの任務は事後処理だからね。ドナート様はどうしてこんな無謀な反乱を起こしたんでしょうか。それはあんたの方が詳しいんじゃないのかい、アッシュ。わからないんです、ロナート様は僕に何も話してくださらなかった。きっとロナート卿はアッシュを自らの復讐に巻き込みたくなかったのだろう。復讐？いや、ちょっとアッシュとロナートの関係も気になるな。ロナート様は僕を養子に迎え、実の息子のように育ててくれた方です。とても優しいお方でした。それなのにやっぱり
兄さんのことは。なあ、あんたはダスカーの悲劇を知ってるか？いや知らんよそんなの。何も知らんこの世界のことなんて。4年前、ファーガス神聖王国の国王がダスカー人に殺された事件なんだが。構いませんよカトリーヌさん、続けてください。ロナート教のせがれクリストフはその事件に関与した角で教団に処刑されている。え、教団が罪人の処刑を？いや、まあなんで国王が狙われたか。ランベール国王は大規模な政治改革を行おうとしてたから政敵も多かったのさ。事件の真相がどうあれ、それ以来ロナート教は教団に恨みを抱いてんだろ。いや、正確に言うと恨んでるのは教団と、教団にクリストフを突き出した。報告、敵が接近中です。避けられません。敵の兵力が予想以上に多く、霧のせいで騎士団の包囲をすり抜けてきます。おっと、任務変更だ。総員戦闘準備にかかれ。なんかめっちゃ怒ってる顔なんだけど。でね、レベル上げしてる時に結構武器を使ってしまったんだよね。いらっしゃいます。なんで補充をしておきます。カミックスは、まあ、鉄の剣がちょっと少ないけど予備があるから大丈夫。ディミトリーは鉄の槍が減ってるけど、鋼と手槍があるでしょ。メルセデスちゃんはまあ基本魔法使っていくから訓練用の弓とかいらなそうだよね。アネットちゃんも魔法、イングリッドちゃんは、あ、そうそう、ちょっと斧使い始めたんだけどいらなかったな。あ、斧と弓か。ちょっと、いや購入というか外したい。まあいっか。でドゥドゥ、ちょっと待ってね、ここからじゃなくて身支度から行こう。まず持ち物整理。ディミトリーは槍 OK でしょ。でメルセデスちゃんの訓練用弓がいらない。でアネットちゃんの訓練用斧はいらない。一応斧は持っておこう。で斧と、いや、いらないから。で槍がもうねえんだ。槍買うでしょ。でドゥドゥ斧でしょ。アッシュは弓ちょっと少ないね。金塊預けるか。てか金塊とか売ってよくね。鉄の槍もない。いらっしゃ。アネットちゃん、イングリッドちゃんに、あ、鋼の槍はあれか、個数制限があるのか。まあ一応ちょっと買っちゃおう。こちらですね、ありがとうございます。でドゥドゥは斧こちらですね、ありがとうございます。アッシュ、鋼の弓も買おう。こちらですね、ありがとうございます。で鋼の剣も買おう。いや、在庫が増えるかどうかもちょっと見てみたいんだよね。で鋼の槍に、ね、ありがとうございます。手槍も買ってあげよう。こちらですね、あ、鋼の槍ってダメだ、在庫が1になっちゃってるから。どっかのタイミングで補充されないかな。よし、これでいきましょう。あ、傷薬系とかってどうなの。盾ね、全員装備させたいんだよね。やっぱり装備の防御プラス1っていうのは結構でかいからね。でギルドってどうなってんだ。雇用する、金かかるからな。アネットちゃん入れてみる。集団魔法氷1200円。いや、こちらですね、雇用しよう。でイングリッドちゃんいる。でドゥドゥ、アッシュ一応やっとくか。ターン終了まで移動プラス5、猛攻。なんか槍部隊とか、ね、弓部隊がないね。わかんねえからいいや。金も使いすぎてもしょうがねえしな。鍛冶屋まだか。よし、じゃあこれでいきましょう。ちょっと待って、戦闘開始の前にマップ配置見とこう。一応こいつ誰？
一般兵か、カトリーヌ。まあ、それはさ、マップ的にしょうがないけどさ、なんかその先制的な立場弱いよね、みんな。カトリーヌだってレベル5だよ。ちなみに俺レベル9だからね。レベル上げしたから。よし、これいきます。敵将撃破、味方の全滅。こう霧が濃くちゃ、どこにどれだけ敵がいるんだか把握できないね。あ、なるほど、いきなり霧の中から敵が囲まれたか。けど厚く包囲できる兵力はないはずさ。分散した敵をかっこ撃破して包囲を切り崩すよ。霧の中から歓声が。すでに騎士団が戦闘を始めているようだな。みんな不用意に突っ込むなよ。視界に入った敵から確実に潰していくんだ。索敵マップ、霧の濃い戦場では味方ユニットの周囲の敵しか見えません。また移動中に敵にぶつかると移動が中断されます。慎重に進軍しましょう。友軍の被害が少ないと報酬を獲得できます。友軍が敗走しないよう気をつけましょう。あ、なるほど。いや、どんどん進んでいくよ。まずはカトリーヌと合流する。本当に大丈夫？切り込むか。よし、ディミトリーも進んでいこう。あ、なるほど、ちょっとずつあれだね、行けます。見えてくるんだね。出るぞ。こいつ前線に送って。はい、出ます。こいつ弓使ってたから弓そびしてるわ。でメルセデスちゃんはやっぱこっちの方だよね。でアッシュも援護系だからこっち。でシーバいけますよ。強弾兵。領主様を死なせてたまるか。まさか町のみんなまで戦場に。ロナート様はどうしてこんな。ドリア遅いな。おお、ノーダメージとかすげえ。カトリーヌ強え。威力かける4って何。いい剣持ってんじゃん。じゃあディミトリー、手やりってでも2なんだよ。あ、さて1から2か。あ、じゃあいいや、これしよう。やっ、あっ、そうだ、これ弓だから反撃してくるんだ。騎士団レベルアップ。でイングリッドはじゃあそのまま、よし、鉄やりでいけんな。あ、2回攻撃しなきゃダメか。でも弓だから1は反撃されない。レベル6。あ、7か。あ、めっちゃ上がったぞ今。なんかさ、セイロス騎士団今マックスって書いてなかったレベル。どうする、これカトリーヌと一緒に進軍していった方がいいのかな。こいつなんで訓練兵弓になってるけどさ、変えたいんだけど。炎に変えらんない、ここで変えらんないの。武器耐久、まあいいか。でアッシュとかも後ろから援護。回復できる、ちなみにこいつ。メルセデスちゃんここにいて、ライブ10回使えるからね。それ助かる、感謝しろよ。でこいつはじゃあここで、アネットちゃんは一歩だけ進むか。どっから来た、見えた。え、すげえ先から行ったな。この辺にいなかった、いたよね。あ、敵にぶつかっちゃうと攻撃できないんだ。ドゥドゥ、ちょっとじゃあやりていく。弓で攻撃しよう。確かに今回何でも装備できるからね、結構戦略の幅は広がりそう。
どういう陣形で進んでいく？なるべくその支援系ユニットは食らわない位置にいたいんだよな。囲んで、戦技局者、局者いけるな。下ならいけるか。鋼いけんな。消えな。めっちゃ上がったんだけど、みんな。でこいつじゃあここでしょ。でこいつここ強弾系じゃないか。ミス。盛りたい盛りだからか。あ、ミスった。じゃあ40じゃん命中率。あ、ちっちゃ、4回攻撃できるってことか。異常だな。少しずつ進んでいこう。なるべく森陣取りたいよな。あ、いた、発見。ドゥドゥ、いやドゥドゥで攻撃するよりさ、ディミトリーで行って手やりはいいわ。鋼、ロナート様には近づかせぬ。兵長使いたい。いけ、いってやるな。アネット、魔法対魔法でいくか。ウィンド、おお、すげえ。ドーラ、でこっからのさ、局者、鉄の方でいいや。81、射程3があるのいいな。局者蹴りが早いけど弱いし、やっぱ弓いいな。なんだこれ。ダークメイジの撃破により霧が晴れていきます。魔導で霧を発生させていた。この無念は晴れぬ。腐った中央教会に主の裁きを。で、こいつ下にいるから任せよ。カトリーヌこっちにいるか。ここら辺の森を陣取って迎え撃つか。じゃあドゥドゥちょっとこっちに行こう。右からの敵に備える。遅いな。何やるな。民兵のくせに強い。弱い民兵やっぱり。何メルセデスちゃん、ユニ兵会いるね。お、でもアッシュだ。反撃できるっしょ。反撃できね。3で攻撃してきた。強い。ちょっと待ってね、やっぱりね、ここ陣取りたいんで、まずミカミックス。進めない。こいつはここにいるからか。この民兵こいつぶっ倒そうじゃん。でこの位置はやっぱりね、魔法がいいんだよね。シェイバーいける。魔法は多分ね影響されない、森とかに。強すぎる。
じゃあちょっといや、こいつここにいて、でディミトリーもここ、自分たちは森にいて他のやつらは森の外から。じゃあアッシュ、こいつヒットポイント減ってるよね。いやでもアッシュはなあんまり前に出たくないから、やっぱ局者。さらばだ。ロナート様、どうか生き延びて、オラたちの分まで。すまない。こんなことが許されてたまるものか。で、イングリッド上昇じゃんで前線に出すでしょ。でフェリックス、じゃあこの森だったらこの森を陣取る。そう待って、支援系が森からあぶれ出てんだけど。ドゥドゥ、ディミトリーじゃないか、すげえな。フェリックス、無駄。教団兵狙われている。ロナート様の悲しみと怒り、それはできん。ダメや、教団兵も弱えな。だって兵士なのにさ、一般兵と変わんねえんだけど。じゃあこいつ誰倒す？シルバンがレベル低いんだよね実は。フェリックスでこの弓兵を攻撃する。だいたい今レベル7から8あたりが平均的か。7、7、7、6、6。メルセデスちゃんちょっと弱い、回復ばっかりしてるからな。ファイヤーかサンダーかって言ったらファイヤーで倒せるでしょ。命中100の方がいいからね。焼き尽くす。さてアネットはじゃあちょっとこっちの方でいいよ、まあ、こんなもんでいいんじゃないの。この上2人はもうカトリーヌでなんとかなるっしょ。てかさ、街だとさカトリーヌがどんどん前線に出てっちゃうよね。カトリーヌ部隊が回復しないとやばくねえか。こいつはカトリーヌが倒すはずです。で弓兵だから食らわないところで攻撃ができる。 OK。 じゃあ出よう、やっぱり前に。ディミトリーを出すでしょ。フェリックス、森だとやっぱ進みが遅いね。でイングリッドもここに出すでしょ。でメルセデスちゃんちょっと後ろめで、アッシュでドゥドゥ、ちょっと前に出たいけどずっとこいつ弓装備してんな。メルセデスとか何なの本当に。レベルアップ8、4。よし、逃げている。無駄無駄無駄。さて、いやーちょっと、あそうか、手ありそびさしてるんだ。倒そう。シルバン、今のところねシルバンがいっちゃん弱い、うちの部隊では。で、あと残ってんのがこいつ。メルセデスちゃんで倒したいから、こっからファイヤーだな。ごめんなさいね。さようなら。クリティカル。もう一人なんか回復薬欲しいな。アネット。
まあ、アネットは黒魔法強化できたら、なんかミカニックスがさ、その FF4 でいうパラディン的な役割でケアルラーあたり覚えてくれればいいんだけど。うわ、しまった、ちょっとあいつ前線にめっちゃ出てんな。もう俺もどんどん行こう。こいつここにいるとなんかフェリックスとかなんかめっちゃ狙われてんだけど大丈夫か。あのなんか縦兵、え、あれかミス、騎士団攻撃か。遅れんじゃねえぞ。一斉突撃、つえ。え、なんだ、駆け引きも必要よ。連携軽量、なんでカトリーヌ動かなかったの。あ、動けないのか、もしかして。警戒しろ。フェリックスがちょっとやべえな。あいつじゃあ回復させるか。自分はこの中に入って、ちょっと鋼1253しか減らない。メイス持ってくるべきだったか。ガスパール兵、こいつ何なの。アーマーナイトか、重装だね。しまったな。ここに、え、動けない、そんなことないよね。攻撃、斧には斧、さらに戦技、兜割り、どうだ。お、いいねいいねいいね、頼む、ドゥドゥ7。でもこいつさ、よくよく考えれば魔法に弱そうじゃん。アネットちゃんウィンドでいいでしょ。17か、そうだね。レベル8、4つで、ミカミックスじゃなくてメルセデスちゃんは、あれ動けない。え、何、どっちを、これさ、あれが見づらいんだよね。これメルセデスでしょ、動けないわ。リブロ使おう。よいしょ、礼を言う。 OK、 レベルアップ。おー、5個。頼ってくれてもいいのよ。さて、そっから出るぞ。じゃあフェリックスいけるっしょ。鋼でいこう。もう倒す、よし、かわした、ナイスだ。あんまり騎士団使ってないよね。騎士団ってどういうところで使えばいいんだろう。ディミトリー、鋼、遅いな。こいつほんと強いんだけど。セイロス騎士団、これマックスか。じゃあ鋼、ね、鉄の槍ぶっ壊したやつになってんだ、このまんま。ようやくレベル6、2つ。力が上がってくれたからいいかな。でアッシュ、ちょっと左下こいついたね。向こうに行くか。あの中兵士死んじゃいそうだな。いや、こいつ倒してくれることを信じてるよ、カトリーヌで。なのでうちらは前線に出る。まずこいつをおとりにする。でちょっとだけ離れたところに、ここは食らわないよね。よし、こいつもここは食らわない。ディミトリーも前に出すでしょ。でメルセデスちゃんはちょっとリブローで人々全開にはしておこう。デデデイ、すまん、
5とは言えねえ。さて森で遠距離から撃てるようにこっちよし、この布陣で行こう。さあ来い防御力アップしているかな、ドゥドゥは今鉄壁でいいね、使えるわ。あ、兵士に来ちゃった。でも大丈夫でしょ、カトリーヌが始末してくれるはず。で、倉庫をやってるうちにシルバンでこいつを倒す。で、このガスパルヘを誰で倒すかな。イングリッド7878、メルセデスも7にはなった。ドゥ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 、なんだかんだで敵を倒してないからな。こいつ出てこない、こっから出てこない、マジか。じゃあちょっとこれで鉄だな、もったいないかな。ただ命中率はちょっと低いよね、斧。よし、じゃあミカミックス前に出て、あとは要は援護体制を作る。やっぱ魔法だよな、ああいうやつには。で回復リブロもう使い切ることはないから、ちょっとでも回復させて経験値貯めていこう。で囲めるのは多分2方向だけだね、これ。こっちとこっちはいけないでしょ。でアッシュは3から援護ができて、こいつ結構火力高いからな。回復床にいるか、ロナート35。ちょっとまずミカミックスで様子を見よう。しかも戦技を使う、ツバメ返し。ツバメ返しあれか、鉄の剣100。ちょっと待ってね、攻撃の方が攻撃力が高いのか。ツバメ返しは飛んでる敵に特攻が入るっていうやつ。じゃあ攻撃で鋼でいこう。99、まあ普通に考えれば当たんな。お前もあのメギツネにたぶらかされているのか。わしが真実を知らしめてやるしかない。レベルアップ、よし。さてではアッシュ様、アッシュなんか話せるかね、会話とかできそうな気がするけど、まあいいや、一応攻撃しちゃおう。3からいこう。ちょっと待って、アッシュでしょ、これでしょ、戦技局者鉄、ダメージ1しか当たんなくね。いや一応攻撃してみよう。そこをどくのだ、わしはアッキどもを撃たねばならん、必ず。ロナート様、もうおやめください。なぜこんな無謀な振る舞いを。レアは民を欺き主を冒涜する背信の徒だ。大義は我らにあり、主の加護も我らにある。だからってこんなことは間違っています。町の人たちまで動員するなんて。ならば遠慮なく刃をわしに向けよ。わしはもう後には引けぬのだ。一、勝った。ただレベル上がった、やった。でちょっと魔法でいこう、魔法で。アネットちゃんシェイバーいくつ、6、6っていうか残り6で。メルセデスちゃん入るかな、メルセデスちゃんで決めよう。じゃあファイヤーでどうだ、ファイヤーでいけんね。あのメギツネ
クリストフ、父を許せよ。なんだかんだででもロナート教との戦いになったな。騎士団何してたんだ。すげえ上がった。ロナート様、僕はロナート教との因縁こんな形で決着を見るとはな。みんなお疲れさん。各自兵をまとめておいてくれ。友軍の被害が少なかったためセイロス教会より褒章を与えられました。秘伝の書、持ち物がいっぱいです。秘伝の書って何。まあいいや、預けとこう。女神の像、これも預けとこう。13ターン MVP。 まあ敵の大将の首を取ったからな。どうしてこんな。ロナート様は優しい方だったのに。町のみんなもいい人ばかりで、僕はそんなみんなを殺してしまった。こうするしかなかった。それは分かっているんです。だけど無理をするな、アシュ。ご心配をおかけしてすみません。僕ちょっと町の様子を見てきます。弟たちが無事でいればいいけど。俺も民を手にかけたのは初めてだ。彼らを守るのが俺の責務だというのにな。避けられない犠牲だった。彼らは騎士でも兵士でもない。殺すべき相手ではなかった。いや、すまない。先生を責めるのは筋が違うよな。ああしなければより多くの民が命を落とすことになったかもしれない。分かっているんだ、頭では。それでもなあ先生、いつの時代の為政者も大義のため、踏みにじった命に報いるために戦うと嘘吹く。だが大義の二文字を掲げさえすれば、何を踏みにじっても許されるのか。ロナート教は私欲のためでなく、己の報ずる正義のために剣を取ったに過ぎない。こうして彼らを切って捨てずとも、何か別の方法で理解し合えたのではないかと。俺はそう思わずにはいられない。お前は綺麗事だと笑うかもしれないがな。話してるとこ悪い。今回の事件、意外に根が深いかもな。ロナート教の所持品にこんなものがあった。レア様の暗殺を示唆する書簡だ。差出人は分からんし、信憑性も疑わしいが、捨ておくには内容が不穏すぎるだろう。帰ってレア様に報告だ。何事もなきゃいいがね。よく無事に戻りました。これも主のご加護の賜物。いえ、加護だけではないのでしょう。あなたは私が期待した通りの逸材です。まあ確かに生徒たちの力はあってことだな。そうでしょうか。生徒の中には民兵と戦うのを躊躇した者もいたそうですね。民といえど他の信徒に危害を加えかねない罪深き者には罰を下さねばなりません。愚かにも天に刃を向けた者の末路、生徒たちも理解できたことでしょう。さて、問題はカトリーヌから報告のあったロナート教のミッションの件だ。ミッションには女神最短の儀に合わせて大司教を襲うという許しがたい計画が記されていた。実現性の乏しい計画だとは思うが、警戒を万全にしておくに越したことはない。そこで儀式当日には生徒諸君にも警備に協力してもらいたいと考えている。最善を尽くします。
心強い言葉感謝します。最短の儀はセイロス教の主たる女神の降臨を願う非常に重要な儀式だ。大司教や私は儀式が始まれば女神の塔にこもりきりになるだろう。無論騎士団にも限界態勢で臨ませるが、隅々目を光らせるには人手が不足している。生徒まで動員するのは本意ではないが、背に腹は変えられないというわけだ。私の身は案ずるに及びませんが、信仰を冒涜する輩を感化することはできません。何も起こらなければそれでいい。ただし緊張感を持って臨んでくれ。以上だ。はっ。はい、というところで、じゃあ多分ここがキリがいいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。